東口プラットフォーム、つくしの駅は、東京都町田市つくしの4丁目にある、東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は、DT23、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。近年の1日平均乗降人員と乗車人員は、下記の通り。駅前には、東急ストアウェルシア薬局、横浜銀行などがあり、長津田建区にも近い。開業より、 東急が開発した住宅地である。バブル直前の1985年に放映されたテレビドラマ、金曜日の妻たちへ、スリー恋に落ちて、1990年代に放映されたドラマ、ダブルキッチンのロケ地となった。また、2007年9月時点で放映されていた第一、三共ヘルスケア、リゲインテレビ CM に登場する松野大駅は、 当駅でロケを行っている。つくしや一丁目から四丁目にかけてはそれぞれ土地利用や建築に関しての住民協約が存在する。これらの協約により大規模マンションの建設が禁止されているために一戸建てが多い。なお、この住民協約は土地の分泌制限や家屋建築上の制限も含まれている。また周辺には工場、 コンビニエンスストアもなく、商店は駅前にある、つくしの東急ストアと、その先にある商店街、つくしのパークロードにある、商店群が中心である。また、つくしのパークロードを抜けると桜並木の住宅街が、広がる。常実のように、マンションの建設が制限されていることから、1980年代から、駅前の街並みが、全くと言っていいほど変わっていないのもこのエリアの、 大きな特徴である。最寄りバス停留所は、駅前にある、つくしの駅となる。以下の路線バスが乗り入れ、神奈川中央交通東により運行されている。駅周辺を、東急不動産が分譲するに際し、町名を公募し、1967年3月、つくし屋が採用、命名されたもの。仮称は、小川駅だった。ありがとうございます。